頭の体操。みんな、こんにちは。こんにちは。今週も頭の体操の時間が来たよ。もうすぐクリスマスが近いから、今日はクリスマススペシャル。お姉さんとノートレブラザーズとみんなで一緒に間違い探しをやっていこう。おー、はい、まずはこの2枚の絵を見てね。サンタさんがみんなに配るプレゼントを用意してるね。右の絵と左の絵で違うところが3つあるから見つけてみよう。はーい。みんなも一緒に見つけてみてね。はいはいはい、わかった。時計の針が指してる時間が違う。正解。右の絵は9時を指してるけど、左の絵は3時を指しているね。この調子でどんどん見つけていこう。はい、僕もわかった。プレゼントの箱の色が違う。正解。右の絵はプレゼントの箱の色が青色だけど、左の絵はプレゼントの色が紫色の箱だね。あと一つだよ。見つけられるかな。難しいなあ。はいはい、わかった。サンタさんの帽子が違う。正解。よく気がついたね。その通り。右の絵はサンタさんの帽子が立ってるんだけど、左の絵はサンタさんの帽子がこうやって寝ちゃってるね。これで3つの間違いを見つけられたね。時計の針とプレゼントの色とサンタさんの帽子。みんなは何問見つけられたかな。僕2問。僕1問。もっと問題出して。わかった。じゃあ次はもっと楽しい問題を出すから、みんなで頑張ろう。やった。はい、次はとある3つの映像を見てもらうよ。映像の中には公園遊びでやってはいけないことが出てくるから見つけてみよう。はい。まず一つ目の映像だよ。なかった。わかったかな。なんだろう。もう一回もう一回。じゃあもう一回流すからよーく見ててね。なかった。食べ終わったゴミはゴミ箱に捨てないといけないのに、その場にポイ捨てするのは良くないと思う。正解。
のりくんの言った通りポイ捨てしているよね。ゴミはゴミ箱に捨てる。もしその場にゴミ箱がなかったらお家に持って帰らないとダメだよね。のりくんお見事。続いて2つ目の映像だよ。今のは気づいたかな。分かったような、分からないような。もう一回見たいな。分かった、じゃあもう一回ね。ちゃんと見ててね。はい、滑り台の滑るところから登ってる。靴で登ると次に滑る子の服が汚れちゃうよ。その通り、大正解。やったやった。キラ君の言った通り、滑るところから登ると次に使う子の洋服が汚れちゃうよね。それに階段を登ってきた子とぶつかっちゃって危ないよね。登るための階段はちゃんとついてるから、そこから登ってみんなが気持ちよく使えるようにしようね。キラ君お見事。次が最後の映像だよ。今のは何がいけなかったのかな。お姉さん、のりくんが寝てるよ。あ、うっかり寝ちゃって見てなかった。のりくん、もうしょうがないな。じゃあ特別にもう一回。次は寝ちゃダメだよ。はい。答えてね。せーの。ブランコの柵の中は通っちゃダメ。2人とも正解。イエーイ。よく気づいたね。ブランコを漕いでいる人に近づくと、漕いでいる人も近づいた人もどっちも危ないよね。柵の中に入っていいのはブランコを漕いでいる人がいない時だよね。それと、漕いでいる人に木の枝でちょっかい出すのもダメだよ。のりくん、キラくん、お見事。これで3つの映像の間違いを全部見つけられたね。みんなはいくつ見つけられたかな。僕2問。僕も2問。寝ちゃってごめんなさい。いいよ、のりくん。公園遊びはとっても楽しいけど、ルールを守って安全に遊ぼうね。はい。みんな、今週の頭の体操はどうだったかな。2人はどうだったかな。楽しかった。ちょっと難しかった。たくさん頭を使った後は美味しいご飯をもりもり食べよう。来週もまた見てね。